本ハムのファンフェスティバルで新球場1周年記念の限定ユニフォームが発表された。来年4月5日から21日までのホーム8試合で着用する。黒を基調にしたもので部分的にブルーのライン、胸には新球場の屋根のようなラインでファイターズと入っている。ベルトはホワイト。なんじゃこれ、まさかの黒青きた。エスコンの屋根モチーフユニ。エスコン1周年記念ユニかよ。期間限定か。1周年記念ユニなら仕方ないか。まあシンプルでなんとも言いようがないね。ガソスタの方がかっこいい。期間限定なら悪くない。こういう気をてらってる方が好きだわ。通常ユニなら勘弁だけど、ニトリの存在感。カラーリングが新庄の作ったコラ画像じゃん。なるほどね。新庄関係ないぞ。ファイターズトリコロールと呼ばれてる色味ぞ。黒、青、白。名前がないなんて巨人かよ。セネエモは欲しかったな。上はかっこいいな。全身見ると微妙。下はジャージみたい。ベイっぽいブルーだが悪くはないよ。まあでもブルージェイズユニよりはこれの方がいいな。ガソリンの時も思ったけど、限定ユニは奇抜な方がいいね。球場コラボユニなんて史上初だろうな。ということはガソスタ2年目はないってことか。 KJM は花があるな。帽子は欲しいかも。多分お尻が大きくて黒だとシルエットが強調されるから変な感じする気がする。細い人なら似合いそう。北浦ピンチ。1周年記念だからエスコン開幕戦に着るのか。